どうもはじめまして、こんにちは、ブロチューです。今回は最終日ギリギリでやったら簡単という噂がありますが、本当に簡単になっているのか検証していきます。ちなみにこれをやったのはチャレンジが終わる4時間前です。そしていつも通りチーム検索です。まあここまでチャレンジを取っておく人も少ない、ですから誘える人もいない。今のところは順調ですね。まあ最初ですし簡単ですね。次はホットゾーンですね。特に解説とかないけど、キャラは好きなキャラ使えばいいと思います。高チーム検索マジで便利なので、ぜひチャレンジの時は使ってみてください。ファングは一発逆転があるので気をつけてね。余裕で 90% まで防衛できてます。楽勝。では最後エメファン行きましょう。まあエメファンはプロを使えばよし。まあもうこの動画出るとき終わってる可能性あるから解説はいいか。でも今のところは完全に簡単ですね。ここで勝てば完全にこの説は立証ですね。ちなみにここまで無敗です。この時点でもう立証なのでは。一応ラスト戦もあるのでぜひ見てってね。ちなみにこの試合は完全勝利。では一応ラスト戦を見せます。この試合に勝ったらもうさすがに設立勝。では時間のある人は最終日ギリギリでやることをおすすめします。